お前さん名は何という、うん、その目指し詰め任に敗れた狼と言ったところか言えな <laughs> それが忍びじゃなわしは仏を掘らなきゃならお前さんはお前さんで好きにしな 何故俺はここにいるただ拾ったのよ屍かどうかも分からぬものを野良犬に食わせてやることもあるまいどれほど俺は眠っていた <laughs> お前さんを拾ってから随分経つぞそうかじゃあが主の主は まだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だが、すぐにもその地を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした そいつは、忍び義手。赤腕の狼には、おあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつは、ただ失った腕を補うもんじゃない。人具を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。 ングだとそうか。このからくり。さ差しがいいな。ングを持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋 <laughs> りすぎたな。行きな。 巫女様の血が利用されるとはどういうことだわしも詳しいことなど知らんただ竜因そう呼ばれる特別な血があるという主の主はそれを持っておるそれゆえ巫女様は付け狙われるお前さんの体が 妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬなお前さんもそうじゃがこの荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる妙なことになっておる者同士 気が合うかもしれんなお前さんかわしは仏を掘らなきゃならお前さんはお前さんで好きにしなああそこにある優しい顔の仏様そいつには妙な真似をするなよ その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃねえまことの仏師が掘られたものだ人が己の内にあるものと向き合うそう言った時に助けとなるだろう己の内にあるものとは怒り悲しみあるいは 古い過去の記憶、そういった類いのものじゃ。